マイト・ダイっていう忍びを知ってるか。マイト・ガイなら知っているんだ。マイト・ダイのおかげであん時の七人衆は三人衆にされちまったんだよ。聞けよ。いいか、お前に聞いておかなきゃならないことがある。お前の得意忍術だ。幻術、火遁、手裏剣術。まずお前が幻術でも手裏剣でも何でもいいから得意の術で先制攻撃をしろ。そして俺が突っ込む。おれくせ者、火遁、豪華級の術。だから箱の中身が誰かも知らない。知る必要もない。それが暁だ。リーダーのペインは暁が世界を支配すると言っていたが、まず金と力を蓄えるんだとよ。どういたちく、暁にはなれた。ようやくフォーメーションが固まってきたんだ。引き抜きはなしだぜ。暁は次の段階に入る。次は美獣だ。美獣って9匹いるっていうあれか。ゆくゆくはどうするの。美獣すべてを借り集める。それで、それが世界征服のための抑止力となる。無茶ぶりしやがれ。あんな神器くせえとこ二度と行きたくなかったんだがな。この川が国境だが、水の国に来たことはあるが。任務ではない。遠足か。ノリの悪い野郎だな。お前はまだいいぜイタチ。この歯はぬるい。お前やオロチマルがのうのうと抜け人やってられるんだからな。お前忍び込むってのはうまい方か。普通だ。封筒、台風一家。こいつは水影か。俺の忠告は覚えてるか。どう見ても子供だな。あれで賛否の人中力だ。フォーメーション C だな。こりゃ見るな。お前たち容赦しないぞ。中蔵、俺がもうダメだってのは医療班でもないお前にだってわかるだろうが。すまない。さっさと行け。俺はただこの元いた場所でくたばるだけだ。この忌々しいちぎりの里で。美は重蔵がやられた。おやま、イタチ君と一緒だったというのに。やられたのはもう一人いる。どうする、隠す。相棒を失った者同士、イタチと組むか。こいつが俺をイラつかせなきゃそれでいい。暁には新しいメンバーが必要だ。その時までこの件は保留にする。永遠の命って何かわかる、イタチ君。それは所詮お前の欲の問題だ。まさかこの私が金縛りの術に。お前のいかなる術もこの目の前では何の効力も持たない。オロチマル様。オロチマルが組織を裏切り抜けていった。イタチには別の相棒を用意してる。今日からあなたと組むことになったものです。暁だ。知るか、そんなもん。オイラのアート鑑賞を邪魔するんじゃねえ。抜け人のあなたが何の目的でそんなことを。目的？そんなもんありゃしねえよ。俺がやろう。
have a feeling in the vibe. オイラは芸術の追求はやめねえからな。好きにしろ。そこのお前、二度とお前の現実にはかかんねえからな。うん、仲間になった以上お前に現実をかけることもないだろう。イタチとキサメは草隠れに行ってもらう。俺の相棒、もうしばらく待て。この阿隠れの里で事件が起きた。オロチマルの仕業だ。誰かに調査に行ってもらうが。俺が行こう。ではお前たちに任せる。木の葉の人中力の剣もな。故郷はやはり未練がありますか。あなたでも。いいや、まるでないよ。サスケ、お前は無事でいるのか。カカシ、あんたが先にいるなんて珍しいな。こんなところに呼び出して何のようだ。サスケ、大きくなったな。久しぶりだな、サスケ。うちはイタチ。シャリンガンは開いたか。そうか、カカシさんが。ジライア様、目当てはやはりナルトか。ナルト君を連れて行くのは暁から下された我々への至上命令。今はまだだ、サスケ。まだ足りないんだ。許せサスケ、許せ。憎めこの俺を。なぜ弱いか。足りないからだ、憎しみが。三代目が死んでもまだお前を守る者たちがいるんだな。待っているぞサスケ。お前はサスケを連れ戻したがっていたな。だがうまくいかなかったらどうする。どうやってでも連れ戻す。サスケを殺してでも。木の葉を守る。そんでもってサスケも殺さず止める。それが俺の人道だ。そうか。再現してみろ。許せサスケ、これで最後だ。俺のことをずっと許さなくていい。俺はお前をずっと愛している。決めたよ兄さん。